それはうつつか狭間の夢か。英月をめぐり争う七人七鬼に最低者より知らせが届く。集えよ雑種、新たなる桃園の始まりだ。謎多きことの葉に導かれるがまま、彼らは未知なる戦いへと身を投じんとする。待ちくたびれたぞ。これで全員では始めるか。緊張せよ、月に群がる雑種ども。この俺が義のルーラーとして告げる。今この時より貴様らの定めはこの英雄王が掌握した。その手で願いを叶えたいか、無二の栄誉へ至りたいか。ならばこの地でその意を震え、並みいる敵を残らず退けてみせよう。勝ち残った者には俺が褒美を与えよう。例えばそう、月よりも輝く願望期とかな。さあ、時は来た。ここに慶安親善試合の開幕を宣言する。うわその若旦那。ん？すまない、こたびばかりはさっぱりわからん。貴殿のことの葉をいくらか反芻しては見たが。私も右に同じくだ。突如かような地にまで呼び立てて、どういうつもりだ若旦那。まったく、さじにこだわるものよ。この俺に死を抹殺に至るまで懇切丁寧に説明させるつもりか。ああ、すまないがよろしく頼む。王の手を煩わせるとは万死に値しようが、まあよい、俺の寛大さに感謝するのだな。で、何を聞きたいのだ。試合を催した理由だと。愚問だな。無論我が余暇を潤すために決まっていよう。で、何を聞きたいのだ。ここは見ての通りの闘技場よ。試合を催すべく俺が作った。急ごしらえではあるが、ま、そう悪くない出来であろう。許す、いくらでも讃えてよいぞ。試合の合間にでも心ゆくまで闘技場を巡り歩くがよい。無論貴様らを明かさぬ仕掛けも施している。
我が心尽くしにむせび泣くがいい。で、何を聞きたいのだ。試合う相手は月に群がる雑種。すなわち貴様ら同様、義の担い手どもだ。己を除く5つの陣営としのぎを削り、三度の試合を勝ち抜いてみせよ。無論ひとたびでも負ければそこでしまいだ。残る試合の決着、観覧席にて見届けるがよい。加えてキャスターどもはゆえあって不参加である。この俺の命に背くとは不遜極まりない連中よ。で、何を聞きたいのだ。言ったであろう、月よりも輝く願望機と、少なくとも雑誌の矮小な願い程度であれば造作もなく叶えられよう。で、何を聞きたいのだ。何意味などない。気の向くままそれらしく名付けたまでよ。ゆえにこれ以上の詮索はやめておけ。で、何を聞きたいのだ。そうか、ならば直々の説明はここまでよ。ほどなく第一の試合を始める。それまでに覚悟を済ませておけ。さて、どうする、セイバー。願望機の話がまことならば、この試合またとない好機ではあろうが。ちっともわからん。やつの話を鵜呑みにはできぬが、くだらぬ思いつきと切って捨てるのもためらわれる。ただな、一つだけ確かなことがある。技や力を競うのであれば、私は少なくとも負けるつもりはない。違うか。決まりだな。ああ。勝つぞ、より。やるからには勝ってみせよ。ほう、その顔、覚悟は決まったようだな。では第一の試合を開始する。で、やつの言に従い神田に来たわけだが、それらしき相手はいないな。さて、ここからどうしたものか。無事に着いたようだな。あ、若旦那、貴様一体どこから。そう驚くな。俺ともなれば天より語るなど造作もなきこと。では改めて、これより第一の試合を始める。ここでは貴様らの知恵と気骨を試す。いずこかに我が秘蔵の宝物を隠した。各所の手がかりを頼りに見事探し出してみせよ。なんだ、物探しか。思ったよりも早く済みそうだ。甘いわ、間抜けめ。俺は試合と言ったぞ。宝物を求める者、貴様らのみと思わぬことだ。宝は一つ、
求めるは二組。つまり早い者勝ちか。しかり、あえて若旦那らしく言うならば、先着販売売り切れごめんというやつよ。ならば急がねばだな。若旦那、俺たちが探すべき宝物とは一体何だ？こたび貴様らが求めるべき宝物は、星々よりきらめき、太陽よりまばゆき超一品、美の具現たる俺の黄金像だ。三千たる輝きを前に腰を抜かしてくれるなよ。なるほど、それは何とも分かりやすそうだ。うん、では特有形。よし、像が売り切れる前に特見つけるぞ。行ってくる。待て待て、走るな。俺と共に行こう。なぜだ。手分けして回ればより早く探し出せように。神田には小説の私塾があるはずだ。お前がむやみに走り回れば目立ちかねん。目立てばいらぬ戦いを招きかねんか。一理ある。ではまず象とおぼしき魔力を追うぞ。こちらだ、より。貴様は宮本よりか。何者だ。我らは小説先生と志を共にする者。貴様ら先生を陥れんと嗅ぎ回っているな。この不心得者め、一刻も早くここから立ち去るがよい。なあ、これは参ったな。二人でいても目立つではないか。まったく、手早く済ませるぞ、より。小説先生のお志は汚させぬ。一刻この地より叩き合ってくれるわ。油断したな。セイバー受けてみろ。見せるとは。出番だ。風の肩。終わりだ。油断したな。ユイのやつ、配下も満足に御せぬのか。いや、これもあるいはユイの企みか。我らの行く手を阻むため連中を差し向けているとか。それは君のことだ。ユイらしくないとでも言うのだろう。よくわかっているな。では進むぞ。宮本よりだな。小説先生には近づけさせぬぞ。また出たか。年中ね、どこにでも湧いてくる。せっかくなら犬猫に来てほしいものだ。まあそうだな。いや。出
り下がる炎のごとく受けてみろ。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 門弟の数が多い。像を探すどころではないな。ではこうしよう。まず連中を残らず倒して回るのだ。さすれば話は早い。どうだ？それはあまり感心せぬな。その声、若旦那か？愚問だ。俺は主催だぞ。貴様らの動向を余さず見ているに決まっていよう。その上であえて言おう。かの門弟ら、こたびの試合には無関係である。そうなのか？うん。像を探すためとはいえ、試合に関係なき者への手出しは規則に反する。主催としてきつい罰をくれてやらねばな。な、何？かような規則聞いておらぬぞ。そうだろうとも。何せ今ここで作った規則だからな。そーら、罰をくれてやる。存分にあがき、俺を教示させよ。災難だと思うほかないな。片付ける。これはどうだ？どうだ？避けるなよ。受けてみろ。受けてみろ。ここだ。こっちだ。分かった。隙を見せたな。畳みかけろ。受けてみろ。若旦那、かようなもの我らの敵ではない。ふん、これ式では罰にならぬか。ではこれならばどうだ？セイバー、あまり若旦那を叩きつけてくれるな。セイバー、どうだ？何を言う。このありさまで言い返さずにいられようか。いや、いや、身が白刀。すごい、すかさず追い打て。頼む。出番だな。ぜー、空の刀。活目せよ。来い。分かった。息を合わせろ。行くぞ。先を急ぐぞ、より。これ以上奴の道楽に付き合っては。見つけたぞ。早く神田から出て行け、宮本伊織。また門弟か。連中の立場がどうあれ、戦うべきではないのだろうが。
やめよ、貴殿ら。出たな、ユイ。やはり奴め、こたびの相手であったか。決して無用ないさかいは起こすなと、そう言い含めていたはずだが。先生。ですが、宮本よりがそこに。彼は貴殿が思うような輩ではない。事情があるのだ。みだりに踏み込めば命を散らすぞ。はい、申し訳ありませんでした。ふん、なんだ、まことに試合とは無関係だったのか。貴殿らには見苦しいところを見せたな。だがそれもここまでだ。この試合はすでに決しているのだから。その像は遅かったか。ああ、門弟や若旦那の邪魔立てさえなければ。どのみち地の利は我らにあった。ゆえにこたびの結果は揺るぎようが。両者待てい。またか、若旦那。いい加減にしつこいぞ。流行るな、雑種。俺は貴様らへ朗報を伝えに来たのだぞ。この勝負、確かにライダー陣営が宝物のもとに先にたどり着いた。だが、まだ勝負は決まっておらぬ。我が宝を欲する者は、それにふさわしい気骨を示すのだ。己の力を振り絞って戦い、最後に立っていた者が宝物を手にする。つまり、第一の試合の勝者となる。いざ尋常に戦うがよい。それは俺たちには都合がいいが、象探しとは何だったんだ。俺は俺がより楽しめる道を求めるのみよ。あるじゃ。構わぬ。あの者が孔弁を聞く耳を持つとは思えぬ。両者否やはないようだな。ではいざ尋常に。待て、英霊二騎がここで戦えばいらぬ被害を生もう。ふん、ならば即移動せよ。そうだな、貴様の塾の前はどうだ。こたびばかりは仕方あるまい。では宮本伊織、支度を整え速やかに我が塾を訪れるがいい。あんた、小説。先生に傷一つでもつけ。支度は整ったか。ああ、セイバーも問題ないな。うむ、覚悟せよ、ユイ、ライダー。こたび、勝つのは我々だ。少子、主の道、決して阻ません。では、いざ尋常に、勝負。挑んだところで結果は変わらぬ。己が無力を知るがよい。
王様の。いや、変えてみせるか。バカい。気は熟した。はい。任せろ。息を合わせろ。行くぞ。我が前に立ちはだかるすべて地に伏せよ。渾身発揮怒涛。うむ、このようなところで諦めとなるものか。あと一押しだ。頼む、セイバー。任せよ。しまいにするぞ、ユイ、ライダー。そこまで。第一の試合、宮本伊織並びにセイバーの勝利。面目次第ありません。よい、私も未だ研鑽が足りぬようだ。やったな、伊織。一時はどうなることかと思ったが。ああ、勝ちだ。若旦那の計らいに感謝せねばな。ふん、悪くない健闘ぶりであった。ゴーハラだが、こたびばかりは。若旦那の気まぐれに助けられたな。俺こそが親善試合の規則故に、俺の言は絶対よ。ゴーハラだ。ゴーハラではあるが、やつの気まぐれなくば負けていたのも事実。そうだ若旦那、手に入れた像はどうすれば。俺を楽しませた褒美だ。ありがたく受け取れ。次戦はいよいよこの闘技場で行う。開始の時まで観覧席にて身を休めておけ。うん、時がない。
良きかな。愉快。うん。うむ。戯るか。ああ、そうだ。先に授けた黄金像だが、ただ眺め回すだけが使い道ではないぞ。ではどう使うのか。答えを知りたくば、斧が足にて探し当てるがよい。象の使い道か。気になるといえば、なるか。